皆さんこんにちは。今回の動画はですね、藤原さんの手癖フレーズのコーナー動画でございます。ですね、前に2本ほどですね、藤原さんのまあ手癖か手癖じゃないかわかんないんですけれども、まあライブの MC の間にこうポロンと弾いてたりとか、まあそういうワンシーンでこうね、ポロンと弾いてるアコースティックギターで弾いてるやつとエレキギターで弾いてるやつっていうのを2本紹介させていただいたんですが、まあそれの一つって感じでございまして、今回はアコースティックギターでやるフレーズなんですけれども、ちょっとですねやってみたいなと思います。まずはこんな感じっていうのをちょっと弾いてみます。っていう感じで、まあ、この曲に入るわけなんですけれども、まあ、割と最近のライブ映像で、見られる、やつでございます。うん、この曲の前に、藤原さんがちょろちょろちょろって弾いてらっしゃる感じでございます。うん。で、まず半音下げにしていただいて、このフレーズっていうか、これ、ちょっと、小さく、これにまとめたかったので、めっちゃ小さく、書いてるんですけれども、このフレーズ、多分、藤原さんがめっちゃ、適当って言ったらあれなんですけども、まあ、感覚で弾いてるって感じなんですよ。なので、めっちゃ、それを、まあ、聞いて、不便に起こしてるので、めっちゃわかりにくいかもしれないんですけれども、まあ大体こんな感じっていう、まあ聞いていただいた感じで、弾いてるかなっていう感じです。うん、そんな感じでございます。リズムもこうなんかバラバラですし、バラバラというか、ゆったりでこう、速くなったり遅くなったりしますし、まあゆるい感じでやっていただければいいかなと思います。うん、そんな感じですね。まあよく、こんな感じの聞いたことあると思うんですけれども、やっていきましょう。まず、うん、半音下げにしていただいて、まずここ、ちょっと、ぐちゃぐちゃってなってるんで分かりにくいんですけども、まず、6弦の3、で、4弦の0、3弦の0、2弦の0、っていうのを、バラッと弾きます。ちょっとバラす。バンって弾くんでも、まあ、それでもいいんですけども、こういう感じで、タラララーンっていう感じで和音を弾いてあげる。うん。そしたら、ハンマリングで、4弦の0と、2弦の0を2、4弦は2。で、2弦は1をハンマリングしてあげる。うん。で、すぐ離してプリング。こんな感じ。うん。でございます。で、これ、4弦の2はやらなくて、2弦の1だけやってもいいです。どっちでもいいし、どっちでもいいかなと思います。4弦の2のハンマリングプリングはなしでもあってもいいです。まず3000を弾いて、ちょっとバラして弾いて、で、2弦は1、4弦は2をハンマリングしてプリング。うん。じゃららららんって感じです。で、そしたら次、すぐ、1弦の3フレット、ここ小指が空いてるので、弾いてあげます。うん。そしたら、2弦の開放、3弦の開放を弾きます。うん。うん。そしたら、ここのね、今ずっと押さえてる6弦の3フレットをまた弾いてあげる。で、3弦開放、ここですね。3弦開放、2弦開放、1弦3フレットっていう感じで、また、登っていく感じ。で、ここまで来たらまた、2弦3弦開放。で、また1弦3フレット、2弦開放、3弦の開放って感じです。こういう感じ。ドゥルルン、タンタンタン、ドゥドゥルルルルルルルって感じです。うん。
こんな感じ。うん。で、次、また、このハマリングのパターンですね。このずっとこの形です。ここの6弦3フレット、4弦、3弦、2弦の解放を、弾いて、またばらして弾きます。で、ハンマリング、2弦の1フレットと、4弦の2フレットをハンマリング。うん、こんな感じで弾いてあげます。まあ、これさっき言ったように、2弦の1フレットだけでもいいと思います。で、次はすぐハンマリングしてプリング行くんじゃなくて、1弦の3フレット、1弦の3フレット、2弦の1、3弦の解放って感じで弾いてあげます。最初は、って言ってあげたんですけれども、今回の場合は、こうやって言ってあげて、っていう感じで、こういう感じでいきます。で、そしたら、今度は、2弦の1フレットを弾いてあげて、プリングで解放出してあげます。ゆっくりやると、こんな感じ。うん。こんな感じ。ございます。うん。そしたら、ずっと押さえてる、また6弦の3フレットを弾いて、で、この4弦解放、3弦解放、2弦解放っていう、このマララット、432、432ってパターンを、1、2、3、4、5、5回弾いてあげます。から1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3って感じで弾いてあげます。うん。で、これのポイントはここのね、ここのフレーズ、またちょっとこういう感じで区切りがあるんですけれども、そこに向かってちょっと音を抑えながらですね、弱めてあげる感じでやるとフレーズにメリハリがつくかなって感じです。こういう感じでちょっと小さくしてあげる。で、次から、こういう服に入っていくって感じでございます。うん。ここの、まずこの、ここを行って、ここまで行ったらこの000、もう一回言いますけど、000を1、ちょっと分かれちゃってますが、2、3、4、5回弾きます。1、2、3、4、5。で、終わったかなと思わすといて、また次。こういうフレーズが入っていくんですけども、まず、このパターンよく見ると思います。低音弦が5弦解放、5弦2フレット、で、5弦3フレットっていう風に、低音がこの5弦上で上に上がっていくパターン。よくあると思うんですけれども、それのパターン。低音の動きを見つつ、まずは、5弦の解放、その5弦の解放を出して、で、形的には2弦の1フレットを人差し指で押さえておいて、で、小指で2弦の3フレットを押さえて、5弦解放、3弦解放、2弦1フレットで1弦3フレットっていう順番でこういう風に弾いてあげます。そしたらまたこの形のまま、まあ、1弦までいったらまた 2弦を弾いて、3弦の解放を弾く。うん、こういう感じ。うん。そしたら次、さっき言ったように低音弦を、5弦2フレットに変えてあげて、出す音は3弦の解放で2弦と3弦の、あ、それ2弦と1弦の3フレット。こういう感じ。いきます。で、順番に。で、また、1弦まで行ったら、6弦側の方に戻っていく。うん。こんな感じ。このパターンと一緒ですね。うん。で、次からちょっと、弦の動きが変わるんですけれども、2フレット、5弦の2フレットにまた最後戻ってあげて、
今度は1こう上ってでまたこう下がっていくだけじゃなくて下がる下がるっていう感じで弾いてあげます。ちょっと表現が合ってるかわかんないんですけれどもっていう感じで、弾いてあげます。ここからじゃあラララララララって感じです。押さえてるのは、1弦と2弦の3フレットと3弦の開放って感じです。うん、それは変わらないって感じで弾いてあげます。うん、今度ここまでいかがでしょうか。うん、こういう感じ。うん、そしたらですね、またさっき言った通り低音源が5弦の3フレットに変わります。0、2、3に行きます。で、押さえるところは5弦の3フレット、3弦の開放、これはずっと3弦の開放ですね。うん、で、2弦のフレット、1弦の開放、お、この音の感じで、また低音弦側から1弦側の方に5弦、3弦、2弦、1弦で弾いてあげる。で、また戻ってあげる。こういう感じで、うん、タララタララタララ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 って感じですね。タララタララタララ、うん、こんな感じ。ここまでやるとこんな感じ。うん、で、次ここでちょっと止まって、うん、最後こんな感じでいきます。うん、で、またこのね、6弦の3フレットを押さえつつのハンマリングプリングパターンなんですけれども、映像を見る限り、まずこの3、4弦から、0、0、0でハンマリング、ここは、2弦の1フレットだけな感じがします。うん、でプリング、さっきはですね、正直最初ら辺のところは映像もちょっと音もねちょっと微妙なところだったので、どっちでもいいと思いまして言ったんですけれども、ここはまあ明らかに、2弦の1フレットだけで、またハンマリング、またバラしていきます。でプリングして、3弦開放4弦開放って感じでいきます。うん、で6弦3フレット1弦3フレット2弦開放3弦開放っていうのをバッバッと2回弾いてあげて、こうやって止めたって感じでございます。そんな感じでここまで行ったら、またここに行ってあげる、曲に入ってあげる、まあこの曲始めなくてもいいんですけれども、そんな感じでですね、結構ね、藤原さんが感覚で弾いてるところなので、僕も一応こうやってね譜に起こしてみたんですけども、まあなんかそんなビッチシバッチシ合ってるかっていうとちょっと不安なんですけれども、大体こんな感じっていったいうのでやっていただければなと思います。うん、今回の動画はですね、バンプオブチキンさんの藤原さんの手癖フレーズの紹介でした。ありがとうございます。今回の動画もありがとうございます。またよろしければチャンネル登録やグッドボタン、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、これからも頑張ります。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ、またね。